はい、サルフチのジャズピアノ講座始めていきたいと思います。今回はコードの覚え方と、そのコードの構成音、重要な構成音について見てみたいと思います。ピアノは、ね、楽器の中で一番多く音を使えますし、伴奏も多いのでコードがわからないと全く話になりませんね。で、結論言いますと、コードはもう英単語みたいに覚えるしかないです。で、コードは基本的に6種類しかないんですけども、12期だと結構な量になってきます。で、僕もね、昔独学でやった時、まあ本見て、コード全部先覚えてしまおうと思ったんですけども、後でまあ思い知ったんですが、やりたい曲にね、出てこないコード先に覚えてしまっても全然意味ないと、ことを、まあ意味ない苦労だと思い知りましたね。で、もう覚えるのは都度、曲に出てくるコードだけで大丈夫です。だんだんそれを曲増やしていったらね、もう気づいたらコードをいろいろ覚えるようになってますので、はい、徐々にやっていければと思います。はい、で、今回試しにですね、また前やったフライミートザムーンの、曲のコードを、使って弾いてみたいと思いますので、まず一旦、コードだけ弾いて、テーマを弾くという順番でやってもらえればと思います。ただ今回コードと、テーマ一緒に一度弾いてみたいと思います。はい、これをね、疲れない程度に何度も、反復して練習するしかありません。何度かやれば大丈夫です。で、まあ、しつこいようですけど、コードを覚える方法はもう曲を通して、反復練習していくのが一番です。ただですね、この弾き方だったら、まあ、左手が結構あちこち行って忙しいですよね。で、そこで、まあ、聞いたことはあるかもしれないんですけど、ベースがいるときはね、ルートの音は、弾いてもいいんですけど、あまり過度に弾かない方がいいっていうのもあるんですけど、弾く必要は、なくなってくるんですね。で、そこでコードの性質を決める、重要な音についてちょっと見ていきたいと思います。まあ、これが分かってるとね、ソロしてる時の左手も楽になりますし、まあ、ボーカルの伴奏とかね、サックスのフロントの伴奏とかもすごいやりやすくなってきますので、見ていきたいと思います。コードはですね、音階。こちらの、1番目、3番目、5番目、7番目の音。この音を重ねたものをコードと言います。で、一番重要なのは、やはり一番左のルート、主音と言われる音で、ベースが弾く音ですね。はい。で、この音に対して、重要な音、コードと、たらしめる重要な音は3番目と、7番目となります。なぜかと言いますと、このルートに対して3番目と7番目が、どの音にあるかによってコードの種類が変わってくるんですね。例えばセブンスの音を1個フラットする、こうすると C7 となります。で、さらにこの3度も、下げると Cm7 となります。で、一番よく使うのは、まずメジャー7でマイナー7C7 ですね。はい。で、実はこの見てもらうと、この5度の音、これはもうどの音も同じになります。なので、この音は、正直そこまで重要な音ではないということになります。はい。ではですね、前回やったですね、Fly Me to the Moon。この曲で、ちょっとコードの流れを一回見ていきたいと思います。まず、最初の4小節、Am7 ですね。この音で一番重要なのは3番目と7番目。で、実はコードを弾く際にはですね、あまり下すぎるとちょっとベースとかぶったりとか、音が濁ってくるので、一番適してるのは、
一番一つ下のドの音から、真ん中のミの音、このあたりの、で音コードを弾くとすごい響きが綺麗に聞こえます。あまり高すぎるとねちょっと軽くなったりするんですけども、まああのだいたいこう、広く使う方法とかいろいろありますので、はい。でまず Am7 ですけど、重要な音は3番目と7番目。ただこの音がちょっと低いかなと思うので、これを上に上げます。そうすると、7番目の音と3番目の音になります。ちょっとベースと一緒に弾いてみると、こういう響きになります。次、Dm7 ですね。3番目と7番目の音。はい。これはちょうどいい位置にあるので、このまま。じゃあちょっと Am と続けて弾いてみると、流れてます。すごいだいぶ、楽になってきますね。次 G7 で、これも3番目と7番目と、まあ、Am と同じようにちょっと低いので、これを上に上げますね。ここからそうするとこの音使いになります。これが G7、 1番目、7番目と3番目の音で、最後 Cm7です。3番目と7番目の音、ここはちょうどいい位置にあるのでこのまま使えたらいいと思います。では最後、もう一度最初から流れてみたいと思います。ベースと一緒に弾いてみます。はい、だいぶこっちの動きがね、こう前以前こう言ってたよりだいぶ楽になります。こうなるとね、あの右手のソロとかね、メロディーに集中していけるので、はい、これはもう絶対必要になってきますね。でもこれもあの正直もう繰り返して曲とかでね、覚えていくしかないので、もうこれも絶対しっかり、やってると覚えます。そこまで難しいことではありませんので、ちょっと一回最初4小節ね、テーマを弾いてみたいと思います。感じになりますね。はい、で Fm7 とかもね、そういう風にやっていってもらえればと思います。例えば Fm7 ですね、まあ、これはもうこことここで、まあ、こっちはねちょうどここでいいと思います。こっちに行くとちょっと低くなりすぎるんですね。あ、こっちですね。で、次 Bm、ハーフディミニッシュですね。これがこういうとになりますね。で、これ、ここはもう明らかに高すぎるので、これをここに下げればと思います。まあ、こっちでもいいんですけど、今回はちょっとこっちでやってみます。F メジャーで流れてみますと、ですね。はい。次 E7。3番目と7番目。でまた流れで見ていきたいと思います。ですね、はい、で最後、8小節目の Am7、 これは最初やったやつですね。ここちょっと低いので上に上げてこうなります。じゃあもう一回最初からやってみます。まず、最初から一度もう一度やってみますと、となりますね。はい、だいぶ綺麗な響きですし、動きが楽になってきます。これをもう反復練習していけたと思います。では、まとめですけども、まずコードは曲を弾いて覚える。これがもう一番です。で、慣れてきたらですね、次はコードの3番目と7番目、3度と7度の音を使ってテーマを弾いてみてください。で、3度と 7度の並びはいろいろ試して、一番動きやすいようなとこを探していければと思います。で、自分でこれがいいなと思ったら、それをひたすらも繰り返す。
で、ある程度できるようになったら次、違う曲に、チャレンジしてもらえばと思います。はい、で、コードの書いた、譜面最後にちょっと貼り付けておきますので、また URL にも、載せておきますので確認いただければと思います。では、またよろしくお願いします。